ジョズエア・ヌンシアト・デ・オリベイラは、ブラジル・ペルナンブー・コ州出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。1996年に、ゴヤス・イシーからデビューし、9年間プレーした。ゴイアスでは、前園・マサキオやガンバ・大阪にも所属したアラウジョ、カシマでプレーした、ダニーロともプレーしている。2005年に、サンパウロ FC に加入し、ミネロとのコンビで同年にコパリベルタ・ドーレスと、 フィファクラブワールドカップのビッグタイトル獲得に貢献した。2006年と2007年にはブラジル全国選手権優勝に貢献した。2007年8月に移籍金200万ユーロでドイツの VFL ボルフスブルクに加入した。2008から0球シーズンからはキャプテンを任され、ブンデスリーガ初優勝を飾ったチームを支えた。2007年3月、 ドゥンガ監督が率いるブラジル代表に27歳で初招集された。同年のコパアメリカではサンボランチの一角として5試合に出場し優勝に貢献した。ボルフスブルクやブラジル代表でチームメイトだったグラフィッチとは非常に仲が良い。一方でブンデスリーガで優勝した時の監督であるフェリックス、マガトとは犬猿の中で言い,い争いが絶えなかった。 ありがとうございます。